はいどうもリードです。今日は、こちらのミニプラの方のご紹介をいたします。はい、本日紹介するのはミニプラギガント鳳凰ということで、キュータマ合体シリーズ04になりますね。で今回はもう作っちゃった後でご紹介しようかなっていう状態になります。これそうだね、広げとかないと。で今回もシルバーの箇所とこことかですねと金色の部分だけはちょっと塗装をいたしました。でちょっと今回はね、作ってる最中かは撮らずに、もう完成した状態でご紹介しようかなと思います。まあ理由としては後でねご紹介するんですけども、脅威の球体が脅威の12体かな、一応12体合体するようになるので、その12体合体もご紹介したかったので、もう完成させた状態で、ご紹介しようかなと思います。まずはこちらの方からねご紹介していきましょう。ラインナップとしては、全6種類で6個作んないと、もうパーツがバラバラに入ってるので6個買わないとどれもこれもできない状態になっています。はい、で今回入っているのは鳳凰ベース、まあ、ロケットの発射台みたいなやつですねと、こちらが鳳凰ボイジャー、こういう風な感じのロケットですねと、鳳凰ステーション、衛星ですね、こう宇宙に浮いている。で、今回はそういう感じで、宇宙関連の、ロボットになってますね。はい、じゃあ1個ずつ見ていきましょう。まあこうベースはね、あんまり動く箇所はなくってですね、これ合体した時用のジョイントはついてるんですけど、実はこれ合体した時に足になるようです。まだちょっと合体させてないので何とも言えないんですけども、こんな感じで合体できるっていう状態ですね。ここにジョイントがありますね。で基本的にはまあここにドンと置いてって形になります。ちょっとはみ出ちゃうね、こんな感じかなですね。こんな感じで置けるという状態になってます。実際ギガント鳳凰かになるときにはベースに関しては合体しません。なのでこれは本当に合体するときには最終合体のときぐらいにしか、最終なのかな、中間かな、まあ全合体のときにしか使わない状態になります。次じゃあベース、ステーション見ていこうか。こちらですね、こちら一応胴体部分になりまして、ここに手が格納されている状態になりますね。こんな感じ でこれまあ一応羽かなみたいな感じになってます。後ろには最終合体の時の顔がありますね。こんな感じで、動く箇所はここが動くのと、まあ、腕がね合体の関係で動くって感じですね。こんな感じで90度ぐらいかな、90度よりちょっと曲がるかなって感じですね。はい、あとここが、まあ、これ合体した時ここじゃなくってこの裏の方にジョイントがあってこっちにつける形になるんですけれども、まあそんなに多分ここにこうずっとつけてることもないのかなと思うのでですね、うん、こんな感じですね。っていう状態ですね。うん、よいしょ、じゃあこれもここにつけておいてって形ですね。じゃあ次鳳凰ボイジャーですね、見ていきましょう。結構ねカラフルなんですけれども、この辺は全面的にシールで再現で、白い部分もシールになっているので、局面はあるんですけども結構貼りやすかったですね。なのでこの赤い独特の模様も再現されてますね。でちょっとこの辺がポロってこうすぐ取れやすかったりはしました。まあプラスモデルなのでね、仕方ないところもあるとは思います。よいしょですね、裏はこんな感じ、上から見るとこんな感じ。可動箇所は首のこれ顔になるので、首の部分と、この腰の部分ですね、
とこの足の部分も曲がります。このロケット状態では曲げる必要性はないかなと思います。裏見るといろんなジョイントがねありますね。じゃあ早速ギガント鳳凰に合体させていきましょう。合体の仕方は実はすごく簡単で、これは使わないです。一旦横に避けておいて、よいしょ、これぐらいが見やすいかな、よいしょ。はい、ではまずこれをここにジョイントの穴があります。でこっちにもジョイントの受けの方がありますね。そしてを合わせて上から合体、はい。そしてこの状態から足をパッカーンとします。でこれが余剰パーツになりますね。そして腕を下に下ろします。でここのところに爪があるので爪を出して、爪から出してあ、やばい、取れちゃった。ちょっとこの辺がねポロッと行きやすいですね。そしてこれを外します。こっちも外します。そしてこれどっちつけたら綺麗になるかな、こうの方がいいかな、うん、左右逆につけた方が、こっちについてたやつをこっちにつけます。でもこれ違うんだよな、普通につけてるんだよな。あれ自分が間違ってるのかな。普通にこれでつけちゃっていいのか。よいしょ。ちょっと待ってね。わざわざこの後ろにつけてないね、あの完成見本ではそのままここにつけてますね。うん、これでいいみたい。はい、そしてここにある武器、こことこっちを取って持たせてあげれば、そしてあと顔ですね、ここを顔を上に引き出してあげれば完成、ギガント鳳凰です。はい、これで完成ですね。後ろにわざわざつけなくていいみたいです。背中につけないでここにつけたまんまになってますね。ただ背中につけた方が、これ私の個人的な話なんですけど、これ逆にこんな感じでね、くるっと回してこうね、くるっと回してこうね、でこうつけてあげた方が腕に干渉しなくてすごいいい感じだと思います。これはでも好き好きかな、どっちでも問題はなさそうです。うん、はい、こんな感じで完成しました。でこの状態での可動範囲が股がグッと、でここのところにこの銃のこのパーツがあるので、ちょっと横にやってあげれば股をグッと上げれます。であと膝もこんな感じで、前はねここぐらいまで太ももが上がる感じですね。で上げるとただここが干渉するので、ちょっとここはこう干渉するときに逃がしてあげながら曲げてあげるとダイナミックなポーズも取れるかなと思います。こんな感じでね、結構ダイナミックなポーズもいけるかなと思います。
んな感じですね。いい感じですね。まあ普通のね、すだちポーズも、させてあげれそうですね、こんな感じで。はい、こんな感じですね。で、腕もグリグリ動くので、結構いい感じです。ここがやっぱりちょっと干渉しますね、こう、曲げた時に。見えるかな？ここ。あと、やっぱり、動かすと、こうポロポロ取れますね。一生、あとこの、余剰パーツ、ここのところの穴を隠す用の余剰パーツなんですけど、この最終合体ロボの時の顔のここのパーツにはめることができるので、ここに格納しておけばいいかなと思います。はい、まずはギガント鳳凰の方を完成させていきました。では、脅威の10人体合体ということで、これとこれ、そして合体できていない天秤と蛇使いとワシですねを合体させていきたいんですけども変形した後の名前が旧玉人というのになります。で、実は使うのがほぼほぼ旧玉だけになるっていう、状態で、結構養生パーツが出ますね。まずじゃあ合体していきましょうか。で、合体準備でまずは、キュウレン王を、合体準備にしていくんですけど、まずこれ取ります。はい、ここも取ります。はい、まずこれとこれ、余剰パーツになります。そして次、足も取ります。こっちの足も取ります。はい、そしてこの頭、こうやって取っちゃいます。あ、あれ倒れちゃった。よいしょ。はい、合体準備がこれで完了です。これ余剰パーツです。これ余っちゃいます。なんか喉おかしいな、ちょっとごめんなさいね。飲み物を飲みながら飲ませてもらいますよ。ちょ、基本的にはノーカットでやっていきましょう。よし。はい、次こっち、ギガント鳳凰は、ここ外れるんですよ。だからここ外します。そして足、これ外します。これ合体した後に手になります。ここも外しちゃいます。そして、一度この上半身外して旧玉だけ取ります。そして旧玉を取った状態でこれを元に戻します。はい、でこれ剣は、戻しておきましょう。剣は戻します。はい、ということで戻して、この状態で合体準備は OK になります。じゃ、この状態で置いときましょう。次届きます、これですね。お、外してくるっとこっちの向きにします。この状態ですね。で、ここにこの状態でドッキング、カモンズドッキングって感じですね。そして足を内側にグッとやってあげると、はい、ちゃんと立てるようになります。そして次、よいしょ、もう上半身にこれをここのところにくっつけます。これはあれですね、竜帝王の時の竜ボイジャーの頭と構造は似てますね。
これザクって刺したのと同じですね。では次、和紙ボイジャー、あ、ごめんなさい、まだ次じゃないですね。次これだ。これをここに手につけます。で、羽のこのパーツは後ろにしまいます。つけます。そしておお、結構でげえな。よいしょ。あそこのこの頭の部分ですねに、これこの頭パーツをクッとやると口が出てきます。これ普通にやってるとこう閉まってるんですよ、この中に、こんな感じでね。なのでこの上の突起をグッと押してあげるとこう顔の中が出てきます。この状態でドッキング。うわ、くっつかない。あ、そっかそっか。これをドッキングしてここにドッキング先にして、この頭の下のこのボールジョイントをここにはめてやります。これ結構干渉するけど大丈夫かな。でもこう書いてあるね。うん、説明書にもそう書いてあるけどね。くっつけて、あ、こうなるんだ、仕方ないんだ。へえ、怖、大丈夫かな。よいしょ。で次、和紙ボイジャーの9玉がここ。次にサソリで、サソリもここ使わないです。わしもなんかお尻取られちゃったみたいになってて、なんかあのクワガタとかカブトムシとかこう夏にカラスにこうお尻のところだけ食べられちゃってるのって見たことないです。ちょっと黒い話なんですけど、なんかそんな感じがします。あの美味しい部分だけ持ってかれている感じ。はい、でこれもここ取っちゃいます。うわ、なんか心臓部分が取られてる感じ。そして刺します。こんな感じですね。そして次これも取って刺します。はい、そして次、あ、あれ余剰パーツじゃないんだ。こう、獅子ボイジャーの頭をここにつけるみたいです。なんかつける意味あるのかな、ここに。そしておお、取れた取れた、やばいやばい。ひっくり返して、よいしょ、羽をなんかこんな感じに横に広げます。そしてコグマと琉球玉を取って、琉球玉がここ、そしてコグマがここにつけます。そしてこれは余剰パーツ、これの余剰パーツ。9玉しかほんと使わないね。9玉人っていう名前のだけあるね。そしてこうしてこれを、見えねー、見えるかな、あの背中のここの突起に合わせてドッキング。そしてこれもドッキングできるの？あ、これはドッキングできないんだ。あ、できなくはないのか。あ、そっかそっか、これでドッキングするのか。
ここに突起があるんですよ。見えるかな、これ。ここ。ここ。見えるかな。この中のところですね。を、こうやってくっつけてあげると、でもそこにドッキングしようとは書いてない。でもドッキングした方が安定感は増しますね。そしてでかっ、頭のところにこの9玉をつけてあげると9玉陣完成です。ちょっとカメラ動かしてみようかな。こんな感じ。あっちの部屋映っちゃう。はい、これで9玉陣の完成です。カメラ斜めかな、よいしょ、こんな感じでいいかな。はい、ということで9玉陣の方が完成です。で、実際動くのがほぼ手だけです。足はここのドッキングを外しちゃえばいいんでしょうけど、後ろに結構な重心があって、動かすのは結構大変です。これはなんかここ一応膝が曲がるようにはなってるんですけど、曲げも取れるし、曲げるとあんまりなんかポーズが取れるような状態ではないです。タッチはするけどっていう状態ですね。こんな感じですね。不安定。ほら、やっぱりこれはもうすだち状態で飾るぐらいしか置けないですね。で、ちょっと余剰パーツ置いてるところなんですけど、はい、携帯のケースだ。こんな感じで余剰パーツがね、めっちゃ出てる状態です。余剰パーツ多すぎね。めちゃめちゃ余剰パーツあるねって感じですね。ほっ、はい、ということで、これで9玉陣の方が完成なんですけど、この状態では飾らないかな。各ボイジャーの合体した状態、竜帝王と、竜帝王と、やべ、名前出てこなくなっちゃった。九連王と、ギガント鳳凰で、多分置いとくとは思うんですけども、一応合体するとこんな感じ。まあ、いつ頃これがね、テレビ本編に登場するかはあれですけど、すげーでかいね。で、余剰で余ったやつと比べるとこれぐらい、頭2個分ぐらい差があるね。9玉2、3個、2個分ぐらいかな。9玉2個分ぐらいの大きさの差があります。こんな感じですね。はい、よいしょ。でかいね。でもなんかパーツがポロポロするのと、結構余剰パーツ余っちゃって、って感じなので、普通に置きますね。あと、これ個人的に私が気になることなんですけど、こうやってギガント鳳凰まで出てきて、見てみると、普通に合体させようとすると天秤と蛇と、ワシがまだずっと余ってるんですよね。その3体が合体して、余剰がもう全然出ない合体ロボが出てくれればすごい嬉しいんですけど、余るんだよね。あいつら1体ずつで飾るしかなくなっちゃうんだよね。それできればね、1体ずつじゃないように飾れたらいいなと個人的には思っています。はい、ということでね、今回はね、ミニプラ、キュータマ合体シリーズ04、ギガント鳳凰の方のご紹介でした。では以上、リントでした。バイバイ。
最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。